きチャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、今日はですね、はい、こういうところをちゃんと見てるとプロ野球ファンの人も楽しめるし、そういったところをちゃんとできるかどうか見とくことで、その人の選手のね、はい、野球能が高いかどうかが分かりますよっていう。プレー中のことってことですか？もちろん、はい、うん、だからアマチュア選手たちもこういうのはちゃんとやってほしいっていう。はぁー、てかやらなきゃいけない。でも何気にやってないとことかも結構ある。へーし、現役中やんなかってブチ切れたこともある。へー、それはあの野手投手両方ですか？そうだね、まあ基本的に今日言うことは、まあ、まあ野手も投手も両方かな。へー、私あの選手たちがやってるプレーすごい好きなのですよ。なんですか？こういうの。何すか？問います、問います。問います、問いますやってる。何でしたっけ、それ。ね、坂上二郎さんのヤブです。あ、知らないでしょ。問います、問いますっていう。ツーアウト。ツーアウトこうやってやるね。コンコンこうやって。あの、ワンアウト。ツーアウトってこうやって、みんなやるじゃないですか。そうだね。あれ必ずみんなやってますよね。うん、そう。あれちょっとかっこいいなと思って好きなんですよね。そういうレベルの話じゃないですか。そういうレベルの話もっと細かいプレーとかですね。そう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 、こういうのをやっていくことが結局は勝ちにつながりますよっていう。何ですか？まず一つ、はい、点差が空いて、うん、ランナー一塁の時に、はい、ファーストもベースつかないで離れますよね。ランナー一塁の時に、うん、ファーストはもう点差がついて終盤だから、はい、もう別に盗塁されても別に1点2点取られても勝ち変わんないからって言って、はい、うん、ファーストが離れますよね、はい、その時に走らないやつはダメです。盗塁つかないんですけどね、はい、記録上は、うん、今のルールでいうと、はい、昔はついたんですけど、今のルールでいうとファーストが離れて、うん、あの守備側がランナーに対してノーケアだった場合は盗塁しても盗塁つかないんですけど、はい、でも走らないやつはもうダメです。へー、クソです。クソまでいっちゃいますか？はい、うん、だってですよ、はい、走らなかった場合、三遊間の深いところにゴロ飛びました、はい、セカンドでホースプレーになって、そうですね、もし盗塁してたらショートの深いところを取りました、うん、ファースト内野安打になる可能性あるじゃん、はい、ってなった時に、うん、ファーストはもう離れてるから、うん、いやファーストベースついてるんだから無理に走ってファースト後ろになるより、うん、ファーストベースついてた方が一塁間空くから走らなくてもいいのにパターンあるけど、はい、ファーストはもう離れてる状態だから、うん、そこはもう関係ない、はい、で走らないとダブルプレーのこと危険性もある。じゃあ5点差6点差を追いかけてるのに、はい、万が一の大逆転もあるわけでしょ、うん、ってなった時にセカンド行くことのデメリットって一つもないのよ、はい、それのに行かないことによってダブルプレーになったりとか、はい、もしくはショートの深いプレー、うん、もしくはイレギュラーして弾いてファースト間に合いないけどセカンド間に合ってホースプレー、うん、最悪やん。あ、そうですね、うん、だからもう盗塁しないやつはバカです。盗塁はつかないけど走らないといけない戦略上ね、うん、それによってアウトを一つ2つ与えない可能性が十分出てくるから、うん、それによってだって3アウト取らなかったら終わりじゃないから、はい、アウトを取られる確率を下げて、うん、ひょっとしたら5点差6点差7点差8点差を1イニングで最後大逆転する可能性をつかむためには、うん、もう盗塁しないやつはバカです。へー、これ解説とかで見ててなんでこの場面走んないんだと思う選手っているんですか？うん、見てて、いや本当いるから。いや、そこまで考えて見てなかったです。でも走らないとそういう状況になるんだよ。そうですよね。だからああセカンドホースプレー、いや内野安打だったのにヒット損したみたいになるじゃん。で万が一セカンド行ってたらね、はい、仮に負けたとしても、うん、次のバッターがヒット打って帰ってきたらこの選手に打点つくじゃん。あ、そうですね。そしたらその人のためにも走ってやらなきゃいけないんですよね。でも走らないやつはバカなんだ。でそれを走れって言わないベンチもバカ。バカですか。だってデメリットないやろ。いや、もう考えてみたらそうですね、うん、だからもう初球走るべきなんだよ、はい、トロトロしてたらバッターにストライクがかさむから、うん、もう初球走ってあげてみたいな、はい、走らない方いるんですね。見てているから。うん、わかりました。本当に、はい、だからアマチュアの人たちもそういうのはやんなきゃいけない、はい、そうですね。そういう時っていうのは、うんうん、ね、だからそういうのがひょっとしたら、ね、負けてても逆転勝ちするチャンスになるわけですから、ね、はい、で続いて、はい、さよなら、うん、さよならホームラン、はい、さよならヒット、はい、時に各ポジションの人はベースを踏んだか必ず見なきゃいけない。あー打たれ、あーかーさよならホームラン来たーちってもう何も見合いでベンチ帰ってるやつはもう大馬鹿やろ。なんかそういうのありましたよね。踏んでないとかホームランで踏んでないとか。そうそう、だから最近で言えば、うん、杉谷のね、はい、踏み直ししなくてアウトになってゲームセットの浅村と鈴木大地がよく見てたとか、はい、うん、とかもあるし、うん、
あのマレーロだったかな、はい、オリックスの、うん、あれはサヨナラじゃなかったけどホームベース踏んでなくてとか、うん、ロッテだったらイスンヨボは巨人でサードベース踏んでなくて、はい、アウトになったとかもあるけども、うん、試合中のホームランとかはまあ見てるじゃんね、はい、サヨナラの時よ、サヨナラになったらあーみたいな感じになるじゃんね、もしくはサヨナラ押し出しとか、サヨナラ押し出しになってもキャッチャーは三塁ランナーがホームベースを踏むまでずっと見とかなきゃいけない、一人もうグエーッつって全員が、はい、あのバーってホームベースにサヨナラホームランとか盛り上がってる時にキャッチャーだけはちゃんと最後まで踏むかどうか見とかなきゃいけない、うん、だから審判の人も絶対いるから、審判とキャッチャー負けててもう全員がベンチに帰ってるのに二人だけホームベース踏むからずっと見てる、はい、そうなんですね、そう万が一踏まなかったら、うん、サヨナラじゃなくなるじゃん、そうですね、うん、だから各塁も見とかなきゃいけないんだよ、うん、サヨナラホームランでファーストベース踏んだから、はい、ファーストベース踏み終わったら見てらもうファーストは帰っていい、でセカンドベース踏んだから、うん、セカンドショートはそれを踏み終わったの見たら帰っていい、うん、サードもサードベース踏み終わったの見たら帰っていい、うん、キャッチャー最後だから、はい、ホームベース踏むのを踏み終わったら帰っていい、これ審判って必ず見てるじゃないですか、うんうん、じゃあキャッチャーもキャッチャー、いやだからこれ申告プレーだから、はい、見てないと審判は教えてくれないよ、そうです、黙ってるわけですよね、そうそうそう、うん、あ踏んでないなと思うけど別に申告されないから、はい、そのままの流れで試合終わっちゃう、あそうなんだ、あれはもう申告プレーだから申告して、はい言ってジャッジがやってもらうから、審判だけ踏んでないのにな言われねえなと思ってる、多分そしたらもうサヨナラになっちゃうわけ、なっちゃうの、あなっちゃうんだ、うん、だから見とかないといけないの、だからサヨナラとかなった時にキャッチャーも含めてベースを踏むのを見ないで帰ってるやつはもうバカ、あそうですね、うん、確認必要ですね、そうだからキャッチャーもうサヨナラの時見てみて、はい、もうキャッチャー横でずっと立ってるから、へえ、だからもうサヨナラ押し出しとかの時にもうムカついてこうやってそのまま帰ってるようなやつはバカ、はい、でもそういう人ももしかしたらいるいるいるんですか、いると思ってもベンチで行っちゃうんですね、うん、いるもん、うん、はぁみたいな感じで、うん、いいビュー、へぇー、あちょっとサヨナラのシーンそこ面白いですね、そうそうそう、そういうのも、うん、だから何気に見落としがちだけどそういうの見てって、はい、そういうのが分かってて見てる人はもうクロートやね、あそうですね、ファンの人たちもしっかりね、そんなやつ本当にねベースもないでアウトはね多々あるんで、へぇー、で続いて、はい、ランナーが走ったら盗塁した時に、はい、ベンチは、うん、走ったって言わないと、うん、もうブチ切れです、走ったって言わないと、うん、だからランナー盗塁した時にベンチは走ったよっていう、ランナーが、はい、でベンチにいる人たちが言わなかったらもうブチ切れ、あベンチが今走ったぞっていうと、ね、そう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 、うん、なんですか、左バッター立って若干前目に立つと、はい、もう走ったかどうか見えないんだよ、バッターによったら、うん、キャッチャーからファーストランナーが見えない、はい、バッターの影になって、はい、で走ったかどうかが分かんない時あるのよ、はい、うん、そう球種とかコースによっては、はい、その時はもうああもうこのバッターの時ファーストランナー見えないなって思ったら、はい、もう二遊間の動きと走ったっていう声だけが勝負なんで、はい、見えてないから、うん、それなのに言ってくれないと走ったかどうかが分かんないんで、はい、あそのじゃあベンチの声でもこう反応してるんですね、そう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 、と二遊間の動き、はい、どっちかが入るから、うん、ベースに、そうですね、そしたら走ったと思って投げる動作に入るわけ、うん、それなのに走ったって言わなかったら全く見えないから、はい、お前ら試合見てんだったら走ったら走ったって言えよ、俺らそうなんですか、右バッターの時は見えるからいいよ、はい、で左バッターでも後ろに立つバッターは見えるんですよ、前が空いてるから、はい、でも、うん、あの俺らの時で言うと高橋由伸さんとか、はい、ちょっと真ん中目から前に真ん中目ぐらいに立つ人は、で足とか上げる人って、はい、まあ見えないんですよ、ランナー隠れるんですね、だからこのスタートするまではこういう感じで見てる、はいはい、ちょっと見えるところに動いてる、はい、でモーション始まって走らないと戻るみたいな、その代わりディレードスチールが全く見えない、はい、だから走ったって言ってくれないと反応できないの、じゃあそのベンチの声ってかなり大事なんですか、めっちゃ重要、もうだからそこはピッチャーがいても出さなきゃいけない、はい、もう出さなかったらもうブチ切れよ、むしろじゃあでも言わないベンチってあるんですか、あるよあるよとか小さいとか声が、あ声がだからもし1人より2人、2人より3人だから全員が言わないと聞こえないじゃん、うん、はい、それもベンチの控えの選手とかコーチとかみんなが言うんですよ、うん、走ったって、うん、言わないやつはもうバカ、もう全員言えってことですね、うんうん、それはもう本当はアマチュアの時から癖ついてたら言うや、うん、アマチュアの時から癖ついてないから言わないの、あ結局は、はい、だからもうバカぶち切れよ、もう走ったら走ったって言えよ、試合見てないんかこら、大きな声で言えよって、うん、見えないんだこっちはよ、うん、そうですね、チームプレーやろうが、それでワンアウトゲットできるかもしれないんですよね、そう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 、本当にもう見えない時あるから、じゃああれですね、アマチュアの方もそういう意識づけって今からも知ってこない、そうそうやってたら癖になるから、それがもう考えなくても普通に
できるようになるから、はい、正直こんなのも技術じゃないからね。そうですね、声出すだけですかね、うん、見て今日全部言ったやつはランナーファーストついてないから走る、うん、でベース踏んだから見る、走ったら声出す、技術でもなんでもないんだよ。確かにめちゃくちゃ簡単な話ですね。そう、でもこれをやらないやつがクソほどいいんだよ。へー、そんないるんですか。そうそうそう、だからそういうの見とくと、うん、あいつやってねえなとか、はいはい、なんで走んないんだ、走らなきゃっていうのを見とくと面白いでしょ、うん、そうですね、うん、しかも最近こうなんかベンチの上とか結構ベンチに近い席の人とかってそういう声聞こえるので、そう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 、そういうの聞いておくと面白いですね、うん、今だともう中継でも聞こえるよ、走ったわ。そうですか、応援とかないからね、うんうん、だから今だとまあ小さい声でも聞こえるけど、大観衆入ってどんちゃかどんちゃかしてたら聞こえないからね。確かにめっちゃでっかい声で言ってくれないと、うん、そうですね、めっちゃこうの耳だんごにして走ったかどうかを聞こうとしてるから、ね、もういろんキャッチャーっていろんなこと考えて耳もこっちにしてるんですね、うん、見えないからね、はい、全く見えないのに走ってたら、はい、それもう走ったの確認してから投げたらセーフじゃない。うん、だそういった意味でも、はい、この3、3つはもうアマチュア時代の人から、もしくは指導者の皆さんもやってほしいですね、はい、そうですね、そういう指導をしていたりとか、ね、そうそう、誰でもできるんで、上手い下手じゃないんで、はい、小学校だって1年生でもできるし、うん、6年生でもできるって、はい、もう年齢も関係ないんで ね、 そ う、 ですね、そういった教育しておくと、うん、多分野球の方がどんどん発達してくるんで、うん、こういった時はこういう状況起きるっていう、うん、先のことまで考えながら野球できるようになるんで、うん、はい、上手くなる確率上がると思うんですよ。そうですね、わあ、これめちゃくちゃいい話だったんじゃないですか、ね、だからね、うん、皆さん、はい、簡単なことなんでね、うん、忘れずにやってください、はいはい。